この地震の日が一日なければ今の自分はここに住んでいた。けどこの一日があったがために、だからこの日というのは、2005年、6年後に原発事故に遭いました。ローンが残ってました。破滅。5年前のカレンダーそのままです。3月11日からずっと置きっぱなし、めくってない、そのまま。一見こう 見ると何もなかったかのように見えるけど、これは食器とか、妻の家は会津漆器の店だったから嫁入り道具で持ってきた漆器だけど一回も使ってない、持っていけない、口に入れるもんだから。ほこりでカビが生えてちょっと臭い、冷蔵庫もそのまま腐ってる。生まれてこう踏みしめてきた土、そういったものがまさにアイデンティティがそこに詰め込まれている。まあ、もう浴びてしまったんだなっていう感じ。ただ匂いも何もないので、痛いとか痒いとかあればいいんですけど、そういったことが全くないんで、脱原発の先に私は核廃絶があります。やはりその核災ということで、やはり原子力およびその戦争に対して、やっぱり核というのは全て一瞬にして滅びる、やっぱり関係のない町民の人たちも一瞬にして全てを奪われるという意味では同じだからです。どうすることもできない人間の無力さを感じます。何もできない、放射能には対して自分は何もできない、その決められた制限がある、持ち出すこともなんか汚染されてるから使う気にならない。私たちは捉えなかったら多分次の時代はないだろうなっていうふうに思います。これはもう世界中の人たちにこれをまた見て、しっかり次の一手を考えなきゃいけないことだと思います。